重点防火指導の対象地域に新たに指定された福岡県飯塚市の商店街で今日防火訓練が行われました。今日午前、飯塚本町商店街で行われた防火訓練には地元の店主や消防など40人が参加しました。空き店舗から出火したという想定で消火器を使った初期消火の手順やアーケードの上に残された人の救助方法などを確認しました。福岡県ではここ数年商店街などの火災が相次ぎ、おとといも北九州市で飲食店など8棟を焼きました。飯塚本町商店街は木造の建物が密集し大規模火災につながる恐れがあるとして先月重点防火指導対象地域に指定されています。消防では消火器設置の指導など対策を進めたいとしています。